すごい、そこら中に狼の爪が落ちてんだけど。あれだけ狼に襲われるかな。剣あるよ。骨って何に使うかな、剣と骨は。もつ石さんが自分のツルハシ作るぐらいでしょう。んうん。あと、鉄で。いやもう鉄と俺の分もツルハシとか作って。剣があればツルハシ作れる。木ちょうだい、木。待て。ベスト入れる。鉄の？じゃあ、ツルハシとかは、おついさんに任せようかな。剣とかも入れとくから。脂肪だけもらって、あと、鉄かな。うん。あ、鉄4つ渡しとくわ。鉄の中に入れとく。この辺りに狼はとりあえず駆逐したんじゃないか。鉄をもらって。そうね。やべえ、でも俺もう武器の耐久力が36ぐらいになっちゃった。じゃあ作っといた方がいいよ。別の斧作って。途中で壊れることは許されない。死を。俺も33しかねえな。もうこの武器捨てて、鉄の剣、鉄のメイスを作った方がいい。時代は鉄やで。鉄時代ですよ。メイス。OK。あれ結局この辺もう石ないの。石はもうないんじゃない。あそこに川があるぞ。川だ。なっちゃった。あてだ。川があるぞ。普通に動物ですけどね。石でいける。オッケー。よし、川。肉、あと骨。よし。肉。上にもいたな。剣入れとくわ。おつゆさん、剣持ってってね。おはよう。左に川。そ、よし。おいちょ。オッケー。はい。罠に当たんないようにね。川ちょうだい。この中のレザーアーマーどうすんだ。いらないよ。あ、レザーアーマー。うん。チェストの中にレザーアーマーが入ってる。いらないから捨てといていいんじゃないか。あ、じゃあ俺も。骨だいぶありますけどね。必要なら持ってってください。骨何に使う？骨余ってんだと骨のツルハシとか俺のためにちょっと欲しいんだけど。もう作ればいいじゃない。どうぞどうぞ作ってください。骨の岩はあるけどな。ああ剣が必要なのか。剣もいっぱい入ってるよ確か。あ、おつゆさん持ってるのか。青。ふうふう。俺のそこら中に物を捨てていくって。剣入れといた。大消費時代ですよ。Thank you。上に行くか。押しといて、行けばとりあえず、いつでも石は切れると。そうだね、そろそろまた。移動の時間？石つぶって。はーい、しまっちゃったよ、おついさん。あよ。待って。うん。おついさん、剣持ってってね。はーい。はぁ。骨は置いてくか。骨はいらんな。骨は使い道がちょっとないね、多分現在。鉄のメイス。鉄のメイス。もう壊れちゃうよ。ん？鉄のメイスが壊れる？うん。壊れる？何が？あなたの？俺の鉄のメイスもう壊れちゃう。壊れちゃう。な、鉄いっぱいあったから自分で作ったんじゃないの？作ってないよ。どこに鉄があんの？鉄一個もないよ。あ、おつゆさん持ってった？あ、おー。じゃあ俺作ってるとこは、はい。鉄を入れといた。今、作ったから入れた。はい。で、その鉄は俺は回収した。はい。はい。キーもらってくわ。使い古しの剣ももらっとくわ。梱包して。もうそれ33ぐらいしかないよ。いる。もう壊れるまで使ったるわ。
どこ？途中で捨て壊れたら装備なくなるからね。大丈夫、装備今ランがたくさんあるから、空きランが。レッツムーブ。そこ、罠危ない。ハイマスはない。装備を切り替えるあれがない。電線に伝っていくんだ。ライセー、どこ？車があるぞ。あれ、車がある。車だ。お、無線局を稼働させようって。あ、こっちが。そっち？そっち？あ、それか。あ、おついさん持ってるからな、行け。あ、なにこれ。え、データの上にアンテナが立って。暗い。あ、暗い、なんだ、なんだ、なんだこれ。ちょっとこれ暗すぎない？あ、でも明るいよ。あ、なんか明るいぞ。奥明るい。奥明るいけど。お、すげえ。あ、電池来てる。どこ？キッチンがある。間違えてあるよ。間違えて、ここに間違えてあるよ。間違えてか。キッチンは回収。あ、ちょっと、なんかいる。ちょっと一人で行くな。ちょ、助けて。あ、間違えて、ちょっと、これ間違えてですよ。こっち戻ってこい。明かりがないと、明かりがないと無理やで。どこだ、発電機。なんかあなた頭にくっついてんのヘッドライトみたい。そんな違うか。違う。なんかいる？なんかいる。じゃあ俺いる？お、アニジャが一番硬いからアニジャかな。そうだけど。フラ。え、っていうかなんかゲージ、俺何が減ってってんのこれ。え、なんか右下にゲージが。うん。なにこれ。何が減ってってんのこれ。フラスイで全然見えない。ちょっとこれ松明作る。あ、なんかいる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 。松明作ろう。外出て、クマみたいなのが歩いてさ。一回外出て。クマ？クマ。クマ？クマ？クマ？ここじゃ何もできないでしょ。はい。タイマツハン、おついちタイマツハン。待って、一回外出て。うわ、鹿の頭だけ出てる、怖っ、向こう。作れない、作れない。あったあった。はいはい。タイマツ、タイマツ。あぶねえ。松明って言いながら俺にブーンって言ったから。なんかありそうだね。チェスト作っとこわ。びっくりしたな。発電機どこで使うんだろうな。いや、この奥で使うんだろう。松明できた。いや、松明作ってください。作業場がないと作れないんで。なんだと。はいはい、じゃあ俺松明持つよ。装備して。で、で、やべえ相手だったら石つぶって投げて、下がって罠張ってはめるぐらいでいきましょうか。ああ、そうね。でもまあ罠を難しいね。でも罠この中に置けるのかっていうね、疑問がある。オッケー。一回ちょっと試し。わかりまーん。ああ、やばいやばい、ちょっと下がって下がって下がって。なに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 。もうこっちまで来てた。なになになに。狼男みたいのいた。え、なに。罠張るわ、ここに。ちょっと、出てくんのこれ。出てくるかもしれない。だって俺らが通れるんだぜ。一回、みんなちょっと離れた方がいいから、俺より後ろに。罠張るから、ここに。罠多分連続で張った方がいいかもしれない。これ、つるって滑るから、ちょっと間違えると自分が罠に入るで。ちょっと怖えな、ここら辺。一回、どんぐらいのスピード来るかな。やばい、もう目の前にいたよ。あの、さっきの部屋、明るい部屋に。何じゃ、見てきて。ちょっと。鹿が上にいる。ああ、いるね。ねえ。いるけど大丈夫だよ、まだ。襲ってこない。じゃあちょっとまっすぐ行った方がいいね。ここに罠仕掛けられるのか。あ、仕掛けられるわ。入り口、この入り口にか、この先見えにかな。どこに行ったの今。この下にいる、部屋の下側に。下側鍵に隠れてる、ちょうど。じゃあここに罠張るしかないんじゃない。え、その、え、下側。あれあれ、あいつどこ行った。消えた。いなくね。え、いない。一応この中にも罠仕掛けられるからいけるわ。おーし、じゃあ行くぞ、もうちょい。おついさん、火がないと多分全然見えないね。あ、松明消えた。早いな。まだ外で。まあでも発電機があれば見えるのか。あ、食べ物。いや、そのね、発電機を多分奥だよね使うのに、この中で戦うしかない。暗い道はね、かなり繋がってるっぽいんだよね。マジわかんねえわ。ちょっと俺が松明持って一気に釣ってくるから、罠をここら辺に仕掛けてほしいんだわ。これ一応下側も通れるから、上側にあれを罠仕掛けとくよ。罠、うん、とりあえず仕掛けていいよ。びっくりした、ね、気をつけて、罠当たんないで。下側を歩くんだよ、みんな。
わかったかい？下側を歩くのね、了解。この部屋の下側ね。部屋の下側を歩くんだよ。一歩間違えたらだ。一歩間違えたらこれ3個連続で出たら確実な C が待ってるからね。とりあえずそこ通って。あー、鉄の罠って言っても俺も鉄ねえや。下通れば大丈夫なの？下、あ、こっちからね。下が空いてる、下が空いてる。外で待ってようかな、俺。そういうことね。俺ちょっとここまで行くよ。一緒にアイジャム来て。万が一のために俺外で待ってようかな。あー、パッと見ないよ。骨になってる。骸骨？あれ、どこ行ったんだ？毒出てる。毒はやばい。めちゃくちゃ毒出てる、この辺。毒やばい。暗いよ、怖いよ。倉庫のカードキーゲットした。あ、やばい、ブリザード。仮想で何があったら見たんだ、ヘンリー。ただ消えてしまった。レベル2は基本的にまだそこにあるが、レベル3はこの世の地獄だ。絶叫が決まる。いるじゃないの、あなたたち、後ろ。後ろって？いや、俺らの入ったとこの部屋。俺ら、罠踏んだ、あいつ。踏んでる。だいぶダメージ減ってる。あ、ま、来てる。そういう情報を。そういう情報ね。今どう？あぶなぁ。あ、いる。あのまま。ここから釣ればいいんだ。うん、いや、もう、あ、引っかかるともうそのまま行けば。あ、違う。カモン。あ、ちゃんとすごいでかい肉が落ちる。すげえでかい肉が落ちる。倒したよ。オッケー。倒したっていうか、なんか勝手に死んだ。勝手に死んだ。巨大ミュータントの肉。ミュータントだったんだ。これ回収できるの？罠は。罠は無理。じゃあ下肉だけ回収して。肉を回収。巨大ミュータントの肉、生、爪。あー、もう松明つけるから一回俺松明取りに行くよ。はーい。もういないっしょ、でも。やめろ、そういうフラグ立てるの。ほんとにね。この人ほんと吸いてすぐフラグ立てるのやめなさい、ほんと。一回も戦わずして勝ったぞ、俺ら。やった。罠の勝利だ。怖かった。え、発ミュータントらしいですね。ミュータント？あ、あった、発電機。あ、それ入れればいけんじゃない？どう？これだと思うんだよな。あれ？あ、2番目の電線が通じてる場所を突き止めようって言った。ハリントン、放射性廃棄物処分場？いや、中は真っ暗です。まあ、いいか。あの、倉庫のカードキー俺持ってるらしい。何に使うんだ？ここか？あ、鍵を開けるって出るな。こう、俺が立っている緑。おお、なんだこれ。え、ドアが施錠されてる？そうです。見えない。施錠されてる。ここ真っ暗で何も見えない。何も見えん。あれ？俺閉じ込められたこれ。うん。あ、そんなことないわ。暗すぎて見えないんだな、ほんと。松明ないと見えない。まあでもこの中寒くないからまだ。あれ、普通ライト。どなたがお食事を。どこ？え、入ったところの部屋です、最初の。今上に向かってます。うん、こっち来て。こっち来てと言われましたもんね。ああ、開いてる。何かお肉を、お肉的なものを。毒ガスの前に置いてあげるから。ありがとよ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 。何個持ってんだよ。巨大ムータントの肉取った？取った。焼いて食ってみたいね。焼いて食ってみたい、ね。カードキーを抜いてください。あ、抜けた？データソンラインカードキーを抜いてください。ハリトン放射線廃棄物処分場。ちょっとこれ松明ないとこ探索がままならないね、うん、探索がままならない、ね、毒ガスありすぎ。松明ないとダメですね。松明ないとさっきのアイテムも全然見えなかったし、多分。そうだね、取ってくるわ。なんかないかな。耐久性松明作ったや。パイプレンチ買った。あ、そこ開いたのか、さっきので。開いたみたいだね。あ、ちょ、あ、食料いっぱいある。食料庫じゃないか。いただこう。エナジーバーとかもある。鉄のメイスが落ちてるけど。捨てたんだ。ええ。こっちは行ける。お、なんかある。あー、いや、行き止まりだ。なんか、パソコンクリックできたよ、兄や。メッセージは読めるらしいよ。なんもないっすな。こんなもんか。こっちどないなってますの？ああ、なるほど。メッセージが残されている。うん、この先行ける雰囲気じゃないもんな。画像で何があったか見たんだ、ヘンリー。ただ消えてしまった。レベル2は基本的にまだそこにあるが、レベル3はこの世の地獄だ。絶叫が聞こえる。
あそこに降りていった彼らの遺体を回収できるようになるまで20年はかかるだろう。なんてこった、あ、タイマーつけた。どういうこと？なんかあったんだろうね。実験姿勢図的な。パイプレンチ、ね、耐久性めっちゃ高いけど13から19ダメージしかないわ。え、ちょっと待って、13から19って結構高いぞ。高いよ。強いんじゃん。何が？耐久性。パイプレンチ。あ、パイプレンチ強いよそれ。で、中。危ない。危ない。危ねっつってる。オッケー。で、2番目の電線が通じている場所を突き止めよう。ということらしいですな。鹿が頭だけこう。ミュータントの肉焼くよ。でかいな。食っていいのかそれ。なんかわかんない。食って大丈夫なのか。見た目はひどいって書いてある。2番目に通じてる。今度は右上だな。で、なんか青い色のびっくりマークが左上にあるな。巨大肉。信じられないほど大きな肉塊の肉の丸焼き。これを食べたらもうお腹いっぱいで他に何も食べられないだろうって書いてある。青でびっくりマークあるね。お腹いっぱいになるんでしょうね。とりあえず回収はしといた。手側のブーツ作りてえな。いきますか次。いいよ、ちょっと待ってね。おつりさん、ちょっと待つんだよ。早くしないと畳んじまえよ。店じまえだよ。ミュータントの爪。ミュータントバトルクローを作るために必要って書いてある。ミュータントバトルクロー。そんなの作成のところになかったぞ。絶対まだこれ入ないでしょ。俺が見たらあるのかもしんない。実装されていません。ないね。ありませんわ。左上行きますか。青点があるんですけどね。レッツゴー。レッツムーブ。ああ、ちょっと、ムーブじゃない、あなた。あなたはやることがあるでしょ。すぐそうやって畳まないでどっか行こうとする。完全にレッツムーブ。もう俺が畳むタイミングじゃないと畳まないようにしよう。わけがわからない。俺が畳むタイミングじゃないと畳まないようにしようっていうこと。あ、やばい、俺石つぶて置いてきた。だからその場で、あ、ちょっと待ってって言われてもダメ。いや。俺が畳むと言ったら畳む。お父さん、鉄のつるはし1個余ってるけど。ああ、欲しい。あの、チェストの中に入ってる。そんなとこから飛び降りたら死んじゃうんじゃないか。あらー、痛い。どこ行ったのみんな。とりあえず回収してきたよ。今入り口に戻ってきた。おつりさんはどこ行ったんだ。あ、こっちにいますよ。まだ当たんないよね。こっちから行こうか。はい、まーす。こっち側の方になんかあるらしいんですよ。もう結構大冒険ですな。サポート頼むよ、俺。何も見えないから。肉を調達。あれ、おたいさん、どこ行ったんだ。あ、本当についてきてないの。どこだ。ああ、オオカミがいる。あ、いていていて。青、OKOK。レッツゴー。青に向かってんのね。そう。なんか、何か青いね。何か青いものが。あ、毛皮のブーツが壊れた。もうちょい、もうちょい。こっち？左？もうちょいだね。地下通路に入る暗黒物質。ダークマター。新しいクエストだって。暗黒物質。これ？ここちょっと本拠地にしますか。はい。タイマーズ壊れた。ちょっと待ってー。あれ？俺どっかにシェルター置いてきたっぽい。自分のマップで出るんじゃないかな。そうね、置いてある場所は表示される、うん、あ、シェルターってあるね、下。あ、マップに。結構下の方にシェルター。自分も置いてきてるわ。もういらんでしょ。もういらないかな。あ、やばい、サメ死ぬ。やばいやばいやばい。ロでもなんでもキャンプファイヤー。ロー足りねえ俺。ロー入ろう。オッケー。あ、やべ、俺も作っちゃって。あー、危ない。いい、置いてきちゃったよ。シェルターいらんでしょって。スキル触れないじゃないか。もうフルスキルないよ。あ、そうか。まあ、ほぼいっぱいいっぱいですから。意外とこのうっかりすると死ぬというパターンですね、これ。あー、危ない。でもこんなの入ったらどうなんだろうね。ちょっと見てくるわ。
中はあったかいのかな。あったかい中。おう、なんか嫌な予感しかしないんだけど。てか、なんでこんな人工物あんのよ。暗いな。ダメだ、タイマーつないとダメだこれ。あ、でもこの先明るいよ。ほんと？ほんとだ。まあ、電気は扉開かない。 808？ 痛いねー。ごめんなさい。あれだろうねー。僕のマサカリの味はどうだい。マサカリ…え、ちょっと待って、なんかすげえ叫んでる声聞こえたけど今。大丈夫なんだ。行き止まりだこれ。あ、行き止まりだ。エリアを探索しようって書いてあるけど、まぁ、ちょっと他に道があるのかもしれんな。あはぁ、ここで松明つけた。うん。おお。お、なんもないな。あ、ここ開くよ。開くの。あ、エナジーバーがある。食べよう。上行った？上行った。訪問者カウンター。あ、エナジーバーがたくさんある。取れ取れ。エナジーバー。ん？ん？あ、なんかすげえバトルスーツみたいなのあるけど。何？何？あ、ほんまや。着ればいいじゃん。着たいけど。着たいけど、ボタン押せないね。こっち側かな？みんなちゃんと自分の…おー、びっくりした。ラボを探索し、時間切れになる前に脱出しようって書いてあるけど。ちょっと、どういうこと？あと58、57。ちょっとやめろ。探索探索しろ。やばいやばいやばい。え、なんもないやん。閉じ込められたらどうしよう。こっちだ。なんかあとアドレナリンがある。2つ。アドレナリン。あとメモリーカード。ステイサム救急、救急来て。私が。はい、オッケー。40秒がまだあるな。みんなこっち来て。こっちか。多分20秒ぐらいになったら戻らないと。もう戻れないぞこれ。あと30秒。どうすればいい。スーツの鍵みたいの。ヘルメットがある。ヘルメットゲットすんだ。もう取れるもん取っちゃえ。あ、もう帰ろう。お前も帰ろう。これこれこれ、もう時間無理だって。やべ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 。カウントダウンが、右下のカウントダウンが。タイマー壊れた。暗い。12 9 8 7 6。あぶねえ。ああ、いや多分まだまだ。え、ここ。ああ、危ねえ。クエストクリア。アクセス拒否。あぶねえ。ヘルメット手に入れたよ。 D。 お、あ、どうすか。あ、なんかボート鎮圧用のヘルメットみたいなのが。そう。追加の防御力を手に入れた。まあまあまあ、いいんじゃないかな。あとアドレナリン2つ。効きも危険の抜群に見える。エナジーバー3つぐらいゲットした。1個渡すよ。はい、アドレナリン。あ、兄者。いや、いいよ。いいの？うん。いざとなったらこれ使うと多分すごい強くなれるんだと思うけど。すごいね。面白いですね。こんなんがあんだね。ハイドクエストあるんだね。あさって。で、多分あれ何？みんな閉じ込められたら終わり？終わりでしょう。まあ終わるでしょうね。多分その、生き絶えるまで。中からガスが。怖っ。映画だな、感じ。さよならーって感じ。面白い。いやいや、まあでもいろいろやってまいりましたね。ボスを倒したりとか、ボスっぽい犬？ジノ？うん、を倒したりとか、こんなんあったりとか。果てしないですな。果てしないですね。はい。どう？そろそろね、僕はトイレに行きたいよ。トイレで行くことも許されないですからね、これ。このゲームね、現在、3時間ぶっつけて寝てる人がおるんですよ。まあまあ、クエスト、はい、サイドクエストもクリアしたことだし、はい、まあ、現状まだ製品版じゃないので、そうですね。まあ、これ以上やってもね、はい、製品版出た時にネタバレするし、になっちゃうからね。はい。うん、今後、この続きは、また製品版になったら、新シリーズという形で。製品版になって、ちゃんとこう、セーブがね、出られるようになったらね。いや、意外と、濃密ですな。濃密ですよ、意外と。うん、入って落ちる、切れちゃう。お前何さりげなく打ってんだ。痛ぇってバカ野郎。アドレナリン打った。あ、痛い。やアドレナリン注射。ちなみにこれ、これだけ食っていく。え、この巨大。あ、肉食いたいな。はい。痛い。食べてるよ。コンボみたいになった。食った。どう？すごい勢いでこう満腹注射が、注射が上昇してる。よくあるよ。あ、痛い痛い。肉食って。もうすずさん、アドレナリンあるよ。
あと、ほんとだ、すげえ回復してる。あと、チュチュチュッとあるよ。大盤振る舞い。これさっき奪ってきたやつ。全部俺が使った。いって。すごいなぁ。マックスだ。マックスだ、すげえわ。くらえ。うるせえ、くらえ。鉄は痛えぞ。くらえ。鉄張って全然ねえじゃねえか。ミュータントの爪、くらえ。というわけで、こんな感じで終わりにしたいと思います。寒くて死んじゃうよ。こんだけ、こんだけ。死んじゃう、死んじゃう、死んじゃう。次回、製品までお会いしましょう。またなー。またなー。またねー。こんなら、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 こん